出せますで実際に出してましたか？まだあんま出してないですね。ですよね、はい、だからそれをやらないから。こんにちは、北原です。顧問会の、ご相談をですねどん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 やっていきますので見ていってください。あとですね、概要欄に北原貴彦の公式の LINE をご案内させていただいてますので、よかったら友達登録してくださいね。ではでは、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いいたします。お願いします。今のところの現状と課題なんですけども、はい、年収が今600から800から移動してて、はい、本的に3万弱ぐらいまで行ったことがあるぐらいなんです。で、はいはい、まあ、まあ、倍にやっぱ伸ばしたいなと思って、安定的にちょっと月100ぐらいやっぱり仕組みを作りたいなっていうのがベースです、はいはい。今日たくさん聞いたので、はい、動けることたくさんあるから、はい、動線が未整備なんだと思って組んだんですけど、はい、今走ってる SNS から、はい、まあ、連絡内で、はい、メアド取得するところからサイトを持ってるので、はい、LP を作り直して4つのカテゴリーで集客してるんですね、はい、人物を取ってほしいというのと、はい、ビジネスの広告が欲しいっていう、はい、広告素材が欲しいっていう人たちと、はい、写真を教えてほしいという人たちに写真を教えてるのと、はい、あとウェディングっていうのをつなぐやってたんですね、はい、で今ウェディングが開発してるので随分分量がないと、はい、ご質問させていただいた時の利益率の高いやつとかを全部2年間ぐらいまとめてみたんですけど、はい、やっぱり広告素材を取りたいっていうところが全体の 65% ぐらい、はい、そこにありそうですね。ですね、はい、でその次が講師で 25% ぐらい、あと他 10% 以下がウェディングと人物、まあ、人物を取るところは撮影会とか、はい、あのちょっと小さい方の、はい、ビジネス用じゃない撮影、はい、例えば個人のアニバーサリーとか、はい、撮影会みたいなもののことです。はい、ということで各いろんな単価があるんですけど、やってる時間とあれが変わんないけど、なんとなく相場感で値段を決めちゃってて、はい、なんかバラバラしてるなみたいなことが気になってるんですね、はい、ちょっとどちらかっていうのを整理したいなと思って今ここまで作ったんですけれど、ここにアプローチをしていこうということを、はい、今日は決めました。はい、いいと思います。はい、アクションプランはとりあえず広告で写真を必要としているところにまっすぐアプローチしていることで、はい、コンサルの人とか企業経営者とか、はい、ウェブ制作会社とか、はい、あとアパレル美容なんかもまあいいかなと思って、はい、コンサルの経営者の人たちに話せる内容を作ろうと思ってアプローチします、はい、そのために LP の情報を整理します。それからちょっと定期的にやっぱ依頼をもらえる企業を決めたいなと思って、それを5月ぐらいまでに1、2社決めたいなって目標にしました、はい、今 SNS 広告全然かけてないんで5000円ぐらいからかけるってことをやってみようかなっていうのと、はい、セミナーリアルで会う機会を作りますということで、はい、決めました。整理はできてると思います。ただやっぱり商品件数が多すぎるなって思いますね。あ、やっぱそうですか。だってその SNS でどういう人っていう部分で、はい、まあ、写真の人になっちゃうんですよね。そうなんですよね。はい、ここです。はい、だからどの写真の人にしないといけないですよね。そうですよね、はい、ビジネス関連で振るのかっていう部分ですね。で、うん、既に 60% がビジネス関連でしたら、ビジネス関連の部分で物撮りですか人撮りですか。半分以上人が多いです。半分以上が人絡んだのか。どういう時に呼ばれる感じですか。まあ、これはイベント撮影もそうですけど、はいはい、あとは、起業家がそれぞれこう SNS で発信したい時に使うプロフィールとか、はい、そんな感じですかね。あ、プロフィール写真ですか、それともイベントの写真ですか、どっちですか。どっちもあります。どっちの方が多いんですか。プロフィールですかね、今と人物プロフィールの方が多いですね。人物プロフィールってどういう時に依頼が来るんですか。これから新しい人とステージに変わりたいとか、はい、それを単価いくらでやられてるんですか。6万円弱ぐらいでやったんですけど、はい、ちょっともっと上げていきたいなと思ってて。その6万円の値段の付け方ってのは商品の納品数、写真の点数で決まるのか時間で決まるのか何なんですか。撮ってデータ納品だけなんで、はい、特に過渡数は決めたりはしてないです。なるほどですね。時間は決められてるんですか。時間はと事前にヒアリングをして撮影をして納品なんで、はい、まあ、工程としては 2、3 あるって感じですかね、はい、これちょっとねアドバイスが怖いなと思うのが、はいはいはい、ビジネスに振りましょうって言った時に全体の売上がやっぱ落ちやすくなるんですよね。だから、うん、ただ実際にビジネスで撮れるんでしたら、撮った作品っていうのはフロントにご紹介と同時に出してってますか SNS で。なかなか出せないパターンが多い。いやいや、企業家さんなんか出してほしいですよ。あ、企業、そうですね、企業、はい、そうですね、企業家さんは出せますね。出せますで実際に出してましたか。まだあんま出してないですね。ですよね、はい、だからそれをやらないから、まず今日アドバイスできるのは、はい、これを何を絞りましょうっていうのはちょっと責任が持てないから絞ることができないんですよ、はい、うん、はい、なのでやらなきゃいけないのはフロントにやらせていただきましたって言って SNS 動線を整えてそれを稼働させてみてください、はい、撮ったもう今日一のやつを必ずここで撮らさせていただきましたみたいな感じで
フロントにちゃんと投稿していく、うんうんうん、そうするとあこの人のやつよく見るな、雰囲気素敵だな、写真撮るならここだなっていう認識をさせなきゃダメですね、はい、やってもらいたいのは今日整えたじゃないですか、はい、作品を今度フロントに持ってってください、はい、フロント SNS とか Twitter とかインスタとかで LP の中にもう名前がちょっと走っていってる起業家さんの何々様のお写真とかっていうのを書いて、うん、作成実績として出していくっていうのがすごく大事ですね、うんうん、はい、それをやってください。はい、はい、他にありますか。いや今それをやるところまでですね、うん、そこをやってあとは動かないところはもう動かないでいいんじゃないのかなと思いますね、うん、結構聞きたいところがあって、はい、今度4月からちょっと開講しようと思ってる写真教室のコミュニティがあるんですけど、はい、1万9800円の買い切りでもそこにグループで入ってもらって、はい、その中の人たちに写真のその先の楽しみ方とか仕事にするみたいなことを教えて講座の中で動かそうとしてるんですけど、はい、この買い切りってのがどうなのかなとちょっと引っかかってて、フロントは買い切りでいいです。あれです、その後コミュニティができればいいんですけど、はい、ただ僕だったらまだそこはやらないかもしれないですね。やらない。あー、そうですね。で、商品めっちゃあるじゃないですか。そうですね。写真の指導と撮影しての同じ文脈でいけるんですけど、写真を撮ってもらいたいのと写真を覚えたい人ってちょっと属性違くないですか。そうですね。そうですね。だからどっちなんですかっていう部分ですね。どっちを攻めますかっていう部分で、そうですね、まあ、それでいくと多分そこずっとブレてたんですけど、はい、全部あの分析してみてここだったんで、はい、だったらそれですね。目標はだって1000万ですよね、とりあえず。そうですね、はい、で今年商は大体600万からっていう部分。そうですね、はい、はいはい、もうそれを1000万にしちゃうんだったらここを順番待ちにしたらなりません、とりあえず、うんうん、で順番待ちになった段階で単価を8万から10万まで上げちゃうかもしれないです、僕だったら、うんうんうん、順番待ちになったらですよ、はい、そのための活動を取り入れていく。で今いきなりコミュニティやっても買い切りでやって売れんかったらどうします。1件とか2件しか売れんかったらどうします。買っちゃった人に対してどうします。うん、ちょっとリソースがもったいないですよね、はい、だから僕だったらまずコミュニティやる場合は買い切りに絶対しないっす。コミュニティやるんだったら絶対に月額制にします。でこれ無料でやるんだったらいいです。思いつきでやりたい時にやりますっていうようなやつだったらいいです。うん、もしじゃあ売れませんでしただったらいいんですけど、19,800 円で4人の人が買ってその後売れませんでしたっていう風になったらどうします。まあまあこう地獄の始まりですよ、マジで。そうですね。だから僕はここなんですよ。ビジネス関連の写真をフロントに持っていくってことをやってほしいかなと思います、うん、はい、わかりました。はい、了解です。はい、やってください。はい、はい、ありがとうございます。なのでビジネスの写真を撮る LP ちゃんと作り込む、プロフ更新していく、撮影させてもらった方々のご紹介させていただきながら撮りましたって、当たり前のように今日も撮りましたってやっていくっていうのがすごく大事ですね。はい、そこのフレームワークをまず整えてしまってください。はい、でそれを3ヶ月必死こいてやってもらって案件増えましたって言ったら、もうあとはそれをもっと加速させながらもっと単価上げるだけです。うんうん、だからまずそれやってみてください。はい、はい、しました。今日はここまでですね、はい、お話できるの、はい、やってみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。